それでいいんじゃないか。はい、ルール説明します。えっと、この部屋の設定で初日紙なしの部屋になってて。占いはランダム白で出るので、強人の人は気をつけてください。自分が一番で気付けてなかった。はは冒頭で言って、二日目以降は。チャットで最初の人が発言してから貼ってください。<laughs> そもそも女が抱きたいから、音楽を始めた。えー、たそれが原動力だったり、なんかチャットしたりするのはなしにしてください。 で、チャットについては考察雑談全部なしでよろしいえっと CO とか CCO のチャットだけありにします何か質問ある人いますか占い結果はどうでしょうか占い結果は2日目以降あの最初の人が発言してから貼ってくださいあ言ってたこれ言ってた <laughs> じゃあ 暴言とかそういうのもなしで楽しくやりましょうお願いします。あ言ってた。俺に聞こえるように言え。<laughs> <laughs> <laughs> あ言ってた。まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。はあ、夜が来ました。 暴言なんんて出るるに決まっとるやんてる俺人狼は愛してるからお前のことが好きすぎて暴言吐いてまう <laughs> さてさてなあ村長だねハムハあハンターが強え村は強えからな ななるほど DV ディロンと名付けようそれを小学校の頃女の子にいたずらしてた好きな女の子にいたずらしてたやつは <laughs> DV の毛があります朝が来ました,ました <laughs> <laughs> ちょっとホラーチックやろ今日。 今日はそんなねドメスティックな配信していきたいと思うんでよろしくお願いします。3番 のプレイヤーは発言してください、さいはいえっ、ー、と3番です。えっ、ー、と、これが一応あの初めての試合になるんですけど、<laughs> えっと、<合>まあ頑張りたいなと思います。いいね、っえっと。ランダムで占われて、えっ、ー、と、結果9番さんが白と出ました。リコーダーなめてたやつは時間ですまね。変わります1周目の始めということなので、えっ、ー、と、まだ。 うん、特に言うこともないかなというところですが、えー、っと、まあ、まず言うことがあるとするのであれば、えー、対抗さんが出たときですね、えー、うん、まあ、うん、やっぱり自分が真の占い師なので、平和村希望なんですが、にね、仮に対抗が出た場合、えー、グレーリーになるかと思われるのですが、はい、えー、っと、その場合ですね、役職ありの方、できるだけ発言伸ばしていただいて、ツリー置に上がらないようにだけお願いいたしたい お願いいたします。はい、2週目以降発言,発言伸ばしていきます。よろしくお願いします。4番のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます。CEO のですデスラビット陣営でした, 3> でした。3番さんが占い師で9番に白だしろらしいあ、三3番占い師なので、まあ、?3 番さんについてしか考察することはないんですけど、まあ3番さん進行論とかも。 ままあ言ってましたねちも平和村だったら、まあ、平和村だったらフルオープン希望でそうじゃなくて強、まあ、人が出てきた強人もしくは人狼が出てきたらまあ、グレーの中から黒い人をみんな挙げてってほしいなと思いますうんそうですねまさまさも言ってたけど役持,役持ちの人はそのなんかね発言頑張ってほしいなって思いました、まあ、2周目ちょっと考察したいと思います 発言頑張ってほしい。おのれの進行論を語れよ。はい。まあ、三四番さんと続いて、僕ですね。えっと、まあ、四番さんは進行論を語っていました。特に色は落ちないなという印象です。そう。で、まあ、僕も進行論の方を語らせてもらおうかなと思ってまして。ハンターさんの発砲時についての進行論を語ろうと思ってます。 ハンターさんは偶数字は発砲してください。なんで数字は発砲しないでください。なんでこのルールは絶対だと思ってください、ハンターさん。これを守ってほしいです、村の信仰として。で、何を言おうとしたんだあれやべ。またゾワスイレしてしまった。うーんとね。4番さんは色落ちな人。僕はハンターの信仰論について言いました。あ,あと、まあ。 役持ちは釣られないように発言伸ばしてって言ってたんですけど、普通に僕は1週目、役職使用する、まあ役職って言っても具体的な役職名を挙げて使用することを賛成しています。次回します。6番。だったら5、は4、あやつ、ねはい。6番、生存者です。おはようございます。特に使用ありません。えっ、ー、と、3番さんが占い師。まあ占い師ですっていう発言はなかったんですか9番さん白ということで、まあ、占い師ということですね。 えっとまあ、まだ1人目、誰人出てくるか分からないですが、1人目なので特に3番さんはまあ触れないでおきます。4番さんが進行論平和村ならフルオープン希望、僕も同意です。えー、無駄占いが減るので、僕も平和村であればフルオープンは希望します。5番さんがハンターの時の時 動きですね。ごめんなさい。僕、縄の計算がすごい苦手で、偶数字が発砲して、奇数字が発砲しないということですね。ごめんなさい。<う>ちょっと僕も、えー、計,算計算します。い<や>ちょっとごめんなさいえ。4番さん、5番さん、特に色落ちてません。2週、えー、目、えー、発言伸ばしていけるよう頑張ります。<laughs> 以上です。確かに、しゃべり方ぽいぽい。7番のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます。あーちょっと風邪気味で喉が。 声汚いけど先行きではありませんのでご心配くらいごしはい <laughs> で、えっと、私からの仕様は特にありませんうんで占い師進行論には私は特に触れないんですけど <laughs> まあうーんグレーに触れると、まあ、4番さん進行論で色落ちなしで5番さんは進行、まあ、論語ってて言いたいことちょっとど忘れしてたので狼引いて緊張した狼なの,の なんかど忘れして、狼なんかなって、緊張しちゃってるのかなって、私ちょっと思いました。で、まあ、6番さんはちょっと発言稼ぎしている感じがしたので、2> 2あまあちょっと印象悪いかなって、ちょっと黒目かなって思ってます。2>, 出なき2週目もっと <coughs> しっかり交差落としていきます。発言のプレイヤーは、発言予測と考えだはい。は、え、い、ー、自分村人陣営占い師です。あー、ダメだ。 えっと、4番さんが占われ、占われて、4番さん、白と出ました。うんえー、そうですね、ここでちゃんと触れていきたいと思います。えー、5番さん、7番さん、大丈夫ですかえー、っと、3番さん、占い師を出たと思いますよ、まあ、ら3番さんから始まってましたよ。全く3番さんに触れてませんよね。はい。 その3番さん、まず確定の人外です。え,えー、そうですね。この後にどういう展開になってくるのか、ちょっとわかりませんが、まあ、3番さん、釣るのもよし。いや、3番で平和だった場合ってだけ。5、7。8番でだったら絶対しないおかしいなと思ってます。なんで進行論、うんぬんくんぬん言ってましたが。5、7がおかしい。6番は 9番のプレイヤーは発言してください。さいはい、9番のゴリゴリです。よろしくお願いします。えっとまあ、ぶっちゃけ4から8全員カミカミで正直全員黒に見えちゃった。まあでも8が4に白出して、まあ、3が僕に白出しとで、占い師に先に触れるんだけど、占い師に関してはね、8番さんが何つったの ?3 から釣っていいって言ったんだっけまあ8番さんの視点はその。 えっとね、発言したいのはわかるんだけど、村人陣営だったら村人陣営に立って発言をしてほしい。今日はクレランだからね。えっと、1、2から。 まあ、占い師が出ない限りは、えっと、グレランだからそっちの話をしてほしい3からつって,っていてそういう発言はぶっちゃけいらないで3番さんも初めての試合ですって正直そし、えー、と初心者発言になるからそれもいらないと思ったあ<ー>で、まあ、4は肩代だから触れないでおくでね8番さんが最後に57って言ったんだけど僕はそうだね57も確かにだけど6も正直印象悪かった7番さんが言ってた通り、うん、まず57に関しては滑舌が悪いっていうかそのなんかおどおどしすぎてるね5番さんに関してはド忘れそうそう、うん で、3番さんにノータッチだったんだよ。3番さんに触れないで、まあ、進行論述べて、4番さんに賛成だって言って、進行論、何を落としてたんだっていう度忘れ。これ人道だから緊張しちゃってるのかなとも思った。で、えっと、7番さんに関してもカミだったね。で、5緊張してるのかなっていうのと、6番が発言稼ぎという発言。うん。そうだな。7番さんもでもなんかすごく緊張してる。 印象があった6番さんに関しては6番さんは4五に触れてたんだけど正直結局色落ちなしで落としてたけどなんかいろいろ言いたげだった気がする4五に関して進行論ガーガーみたいな何て言ったらいいんかなんはっきりした言葉で表せないけどねなんか6番さんが怪しく見えた正直5七がえっと緊張気味で6番が正直黒っぽいだから5六七2周目の発言に期待してますう<ー>ん <laughs> 1番のプレイヤーは はい3が9に8が4にに把握です僕4番は結構怪しんでたんですよ。そこに白を出した8番の方を2めに見ている。57の理由もちゃんと言ってないしね。えー、まず4番が怪しいと思ったのが結局3番の進行論に対してまた最後の方に3番さんが言ってたの同じような感じで、えー、頑張りますっていう意気込みだけでね正直白く映っていなかった。で僕は4番割と怪しんでいたのを5番がですねうん4番色落ちなしっていう風な発言があってあ4番怪しくねえかなって思ったんです いたところ色落ちなしって言ったので僕は5の方が黒いと思ってるのねで6番おどおどしていた7番咳き込んでいてで印象が良くないところただまあ黒いって言えば5なのかなーっていうまあ進行論はしっかり言っていたんだけどっていうところで5の方を怪しく見たえで占い師に関してま僕触れちゃうんだけど、まあ、さっき言った理由から9番がね黒っぽくなかったそうだね6番もおどおどしてたしっていうそういう考え方もあるので3の方真に見ている僕は4番は割と怪しないので4を怪しんでます 2>, 2番 のプレイヤーは発言してください。さいはいおはようございます。えっ、ー、とね、うん。今あのね聞いた中で一番怪しいと思ったのね。私一番さんと違う理由で四番さん結構怪しいなと思った。なんで？えっとね三番さんに、うん、まあ把握みたいな感じで流してえこれからえー、なんだっけ占いあ狼か狂人が出るかも。 オオカミか強人が出るかもこれから芯が出るっていう考えはなかったのかなって思った。ああなるほど。だから4番さんは9の白透けてんじゃねえかなって私は感じた。だから4番が一番怪しいと思ったんだよね。で次に何か意味分かんなかったな <laughs>、ね、5番さん。5番さん偶数だったらハンターは絶対発砲。いやそれはすげえ。いや偶数じゃなくても。 え例えばね PP が起こる寸前でハン,ーハンターが噛まれたら奇数でも何でもぶち抜くしかないんだよねそこで絶対って言ったのがなんでだろうって思った5番さんはでもグレーかなでで6の印象が全くないで7番さんは5番が五番が緊張してて黒いんなんかめちゃくちゃね黒塗りがね雑だなって思った うん、だから567ね同率ぐらいでグレーで白いと思ったのを911番さんに関しては4怪しんだのが割と一緒だったまあ理由は違うんだけどねうん,うんそんな感じかな2周目聞いて釣り位置決める。3> 3番 ヤはいえー、っとねまず一言言わせてくださいえー、っと2番さん、えー、っと4に対して怪しいって発言があった時に4九透けてんのかなって言ったよねえー、っと8の白が、えー、っと4で僕の白が9なんですよってことはこれって8九ラインで絶対になくないですか9の黒が透けてて4が 怪しく見えるっていうのはあと、ね、だいぶ破綻してますよね。なんかおかしなことがったり。ブーで,で僕は2番, 2>, 2番が今のですごく怪しく見えました。うん、はいでえっ、ー、と8番さんですね対抗にいきなり触れさせていただくんですがえっ、ー、とまずうんなんだっけな。 57だっけ ?57 が怪しいって言ってて、えー、と僕に一切触れてなかったって言ってるんですよね。占い師まだ1人しか出てないから触れませんっていう前置きを置いての上での、えー、と7番さんは、えー、と僕を触れていなかった67ですね。で5番がね、えー、とそれをなしに4番にしか一切触れていなかった。それに関してはとはいえあの同意見です、はい。僕も5番に関しては印象がすごく悪かったですね。はいうん この位置で僕にににも触れずに4番にしか触れれず番しかかていなかった、うん、ちょっとなーっていうのはありました。うん、っていう点で、えー、と若干8番がまあ僕目線人外確定しているのでそうですね、うん、でもそこからのラインはまだつなげられないですかねただそこで意見がかぶったっていう点で5番はまあ白くなってくるのかなと僕は若干思ったりはするので。 6767ぶったたかれてるからな。うんまあとにかくうん、まあ、その辺に関しては 2, 2日目以降もうちょっと発言していきたいなと思います。今日グレー釣りするのであれば2番以上。2番,番お前の理由では釣れねえわ。ー発言してください。さいはい、えっと、占い師と占い結果は把握しました。なんで今日はグレーからいくと思うんですけど、12。2 567の中なんですけど、うち白く見てるのは1番さんと2番さん。まあ、同じような意見でうちのことを叩いてたんですけど、2番さんに関しては、便乗じゃなくて理由が全然違ったから、まあ、白いかなと思った。<う>で、あの、すごいよ、あの、言ってることがよくわかりました 5,、うん。確かにうちなんか人狼か教授が出てくるって言ったけど、3番が真度は限らないから、その発言はうち失言だったと思います。うん、間違えました。で、でもうち、スムラですよ。で、あ、スムラ、あ、もすみません。すみません。 すみません。もうもうよしよしよし。よし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 。あえっとうち、一番戦ってるのは五番さんで。えっと、五番さん、そうだな。まあ、確かに三番に触れてなかったのもそうなんですけど、なんか役しようを推奨してたのが、なんかちょっと役職。少しを、さかそうとしてるのかな、だ、思いました。だからかなんか豪華な。うーん、なるほど。五番。のプレイヤーは,プレイヤーは、四番が発言してください。 聞こえないって何なんだよもうって言ったこ,これ聞こえない考察まず、えー、っと8番さんが強靭アピールしてるように見えた3番さんルって言ったのがで次に3番さんは5番さんに対しての考察俺に対しての考察が最初はハークれしてたから黒いって言ってたけど 次に白いって言ったのがもう両方とも強靭強靭っていうか偽目が発言で高くなったでやっぱ6番さんがね全然考察がパッとしてなかったかなってイメディア強いよごめんなさいごめんなさい」って堂々としすぎまあ俺も結構そうだったけど6番さんがすごく堂々としてたで7番さんまあ6番さんが今のところサイクロですはい逃れ <laughs> なくてごめんなさいうーん 6番のプレイヤーは8人、はい、です。えっと、1周目の話聞いて、えー、っと、4番様でか、4番様で結構5が怪しいっていう発言で、かなりヘイトもかってんなーっていうところで、流れがおかしいなと思って、別に僕は1周目5番さん黒く見てなかったんですが、今の発言で、5を黒にしてたから。っを黒にしてたかろ。 があってそれでいきなり黒塗りしてきたのかなり怪しく見てます、えー、ちょっと殴り返すような形になってしまうけどあ追加しますで言いたかったのがまあみんな結構白目に見てたんですがえっ、ー、と占いが2人出てきてグレーランという中で明確に3番さんを真に見てるっていう発言があったんですがえっ、ー、とまあ確かにね8番さんの発言おかしかったし俺もどっちかっていうと3は真目に見てる 8を強人として3を新目に見てるんだけど理由としてその8が4に白を出したからちょっとそれもあって3を新目に見てるって発言あったんですが、うん、その理由だとどうなのっていうところで。 でそこで明確に3番を新目に上げてきたところ若干1番さん怪しいかなと思いましたけどねうん、えー、逆に白いなと思ったのは9番さん9番さんの位置的に、まあ、拾えるところも結構あったんだけど、えー、明確に理由も述べつつ叩けてたかな、えー、俯瞰してたなっていうシーンはありましたさっきの発言で5番さんかなり黒く見えちゃったので5、1って黒く見てるかな、えー、以上です 7番じゃあヤーは発言してくださいはい2周目ですね。うん5番さんね6番さんしか殴るとこなかったんかなと思って私もそこの <laughs> 黒塗りは怪しんでます。でも12番さんの、まあ、4殴りはちょっと私白いとはあんまり思わなかった4番さんと違って形の、うん、殴る必要はないしっていうならもっと。 他ののグレーししてて欲しかったったいうのが本心だから私は12は別に白く見てない。うん、<laughs> で、うん、まあそうやね今日のツリーチは私は5番さんやと思ってるけど6番さんもうん、どっちかというと殴られたから殴り返すっていう印象があったから6番さんも印象はさほど良くない。で私占い師に触れないのは、うん、どっちが真んか分かってないから。6, 明らかにちょっと2戦目の発言があったらそっち怪しんでいきます。今日は5か6です。8番のプレイヤーは発言してくださいます。まず最初にえと僕が占い師3番対抗で出てきた人にふついて触れたのははい人外だからですね。まあ、えー、と覚えてる間に7番さん5番さんが6番さんに触れる前にあふれえ フレルドの子の今言ったんだけど、5番さんの方が発言位置先だよ。はい。うんで、あと俺が4番に白出しする意味が分かんない。しょうがないよ。ねだってこれランダム占いだもん。っていうのが、うん、はい。自分の意見ですね。うん、えっと、今んとこ一番グレーの中で黒、サイクロはやっぱり5番さんですね。 えーっと「ごめんなさいその理由について語れ」って言われたらちょっと難しいんだけどまあ 5, 7, 3, 人外9番のプレイヤーは発言してください。 さんさって言われるかもしれないですが、黒い人がたくさんいるので、その黒要素だけ上げて、最後に釣り位置ちゃんと2つ上げます。<う>まず聞いてください。えっと、まず、占い師の審議から、占い師の審議つかなくなっちゃった。うん、ぶっちゃけ今の8番さんの2周目の発言も5七って言ったんだけど、理由がなかったんだよね。<う>だけど、それ以上に3番さんが、えっと、5番さんが指摘してた通り、3番さんは結局5がえっとどうこうで黒く塗ってたのにもかかわらず、5が白くなったりもするんだよねっていう、なんかわけのわからない発言。 で、2番さんに対する、うんえっと、発言なんだけど、2番さんはちゃんとまともなことを言ってた。そこ、把握もれしていうかその理解ができていなかった点。まあ、初心者だからって、ここでメタ考察出ちゃうんだよね。だからやめて欲しかったんだよ、初心者発言は。3、8、正直、全然真偽ついてない。ぶっちゃけ8の方が怪しいけど、3がもう把握もれと、5が白くなったりするって言って、意味がわかんなかった。で、形の4番、ここスキップするわ。当て、まず5から。5がね、えっと、 6, 6番さんがおどおどしていたという発言だっただけど、7番さんに対して何も触れてなかったんだよ。7番さんをね、うんつって終わってんだよ。ここのオタッチだとなんかすごい気になる。だから5、7、ライン見てたんだ。だけども6が、6が一番あ、先に言うね、六番が一番黒い。うん、6番は、あ、じゃ六番じゃ七7番が一番黒いんだ。五<え>番さんあ、まず6番の黒要素は、えっと、5にヘイト向かってんな、流れがおかしいなって言っただけど、何が流れおかしいの ?5 にヘイトが向かってることがおかしいって言ったのが全然理解できなかった。だから5、6ラインも見えちゃう。で、次7番さん。7番さんは、 えっとなんだん<ー> ?6 が殴り返してる印象という風に発言してたんだよ、2週目の発言で、6月で誰に殴り返してたの俺殴り返してる印象が全くなかったんだよね。あ、65に殴り返してたってことかなそこを正直全然理解できなかったんだよね。んだから、そうだな、サイクル1は7かな ?7 がなんか、6が殴り返してってのが理解できなかった。えっと、7と 5,、うん、5、6、どちらごめん、ど ?1 番のプレイヤーは うん9番は白だと思ってるけどそうだね3番がね2番の4級ラインを見ているんじゃない4番が9の白が見えてるっていうところの発言で勘違いしている2番はおかしな発言はしていないただ僕はですね、えー、5番確かに発言少なかったんだよ6番そこね叩けるんだと狼だったら叩くよなと思ってたところ叩いてきたただね 6番の叩き方で51を怪しむだったのよね。うーん、僕もね、あの4番怪しいと思ってた。ただ2周目僕4番白いなって感じました、正直なところ。なんで、とりあえず置いとくんだ。だから占い師、今フラットで見ている。えー、まあ3番も発言おかしかったからな。で、2番は白だと思うんだけども、発言的に4番の指摘。6番が51を怪しむっつったんだよ。2番って割と、まあ言うて4番を怪しむっていう行動だったりで、俺と何の差があんのっていう。結局4番を怪しむっていうことは、8番の芯をあまり見ないという で3を死んで見るってことだなのに2番を怪しく見ていないつまり6人のラインもあるようなそこで15って言うんだったら5番も結局8の新芽が落ちたって発言をしているのなあの場所であそこ オオカミっていうよりなんか、まあ、5のオオカミないわけじゃないけどそれより6がやっぱりそこで2番を外したことが黒いで7番に関しても5で5釣りって言って56って言ったところで僕は62か、えー、67のオオカミだと思ってるだから僕は6番投票に行きたいなという気持ちです2周目4番は白かったうーんなんで僕は6番投票行きたいかな 以上ですまあ6二か6七で考えて6七のが濃いって今は見ています、えー、7番も6番釣り位置に上げてるけど結局押してるのは5番だったからね5番に入れるつもりだったはず7番はごめんちょっと6七オーカー見過ぎなんだけど今はそう映っている僕は6番いきます 2> 2番のプレイヤーは発言してくださいうん、まあ、9番さんが3番さんの把握り指摘してくれたからここ割愛するね3番さんは理解してほしい。 でなんだろう5番さんって6にしか殴ってなくねなんか殴りやすいところ殴ってきたなって印象だったで712に全く触れずうんあ正直マジで色が見えない5番さんに対してはねで6番さんはもう1番さんが指摘した通り、ね、私も4番さん怪しんでたんだよね私と1番さんの差は何だろう 疑った理由かなそこがちょっと分かんなかっただからなんか15っていう上げ方がなんか気持ち悪いなって思った6番さん、ね、だろ,だろ,だろ,だろ7番さんには違和感があったのはえっ何で片城を殴っちゃいけないのって思っただってここランダム城だからえー、っとね占い理由もなしに狼が狼を囲うってことを簡単にできるんだよねえそういう懸念がないのかなって思った7番さんはね <laughs> もうなんかもうどこも黒くて <laughs> で6番さんの発言でさらに気になったのが5にヘイト向かってない,いや1二は4にヘイト向けてたし3番さんは5白くなるのかな<う>とか言ってて、うん、意味わかんない発言だけど5に別にそんなヘイトたまってないのに6 <laughs> 確かになんか黒てたよねでよ変なちょっとそこ意味わかんねえなうん 投票を始め今6ちょっと黒じゃあ2ちょっと黒かったなでも江戸今最後結局釣りはどうしたいのっていう感じがあった6にあるよ実際6番のプレイヤーが選ばれました江戸2番白く見るまあ確かに指摘はその通りやけどちょっと釣り位置が分かんない6番のプレイヤーは発言してください はいえー、っと2番さんが僕が5番にヘイト向かってるって言ったんですけど、向かってたと僕は思うんですか、うん、で結構ね、露骨に1番、2番の意見が、えー、っとあ1番、うん、そうだね、2周目結構1番考察伸びてたからあれなんだけど、やっぱりごめん、俺どうしても1番怪しく見ちゃうんだよね。えー、っと理由が、うん えーっとね。メモハンターだからか。俺がハンターだからか。か6。黒だね。これ。メモってない。メモってない。なんでだああ。ごめん、えー、っと。じゃあえっと。どこだ。2番さん、あー2番さん怪しくなか怪しく見てなかった。理由は、えー、グレランの流れなのに、いきなり占いの真偽をしっかりつけた。ところで、1番さんを怪しく見たっていうところです。はい、じゃあ2番は。2> だ 8番発言おかしかったろ夜が来ました目を閉じてください <laughs> 7番とかに触れねえしな俺の黒縫いしかしてねえから2番7番絶対あるわこれ6267だわ が来ました 2>, 2番は結局4個きりに持ってこうとしただけだからだ3番、うん、4番のプレイヤーは発言してくださいしてくださいはいえー、と8番そこは5番黒5番,黒,5番黒かう,ーんうん そうかこれはどうしたらいいのかなどう ?3 番が噛まれたってことはうんみんなうちのことを疑うかなでもまあでも <laughs> 3番噛まれてお前疑うおかしらでもここで黒出しって結構できやりづらいと思うんだよな、ね。強人だったらハンターとかに当たるかもしれないリスクがあるのに黒出すって8番さんまあわかんないけどうちは85で。 まあ 5, あ5でいいんいでもいいけどどうああ、どうなんだろう ?85 かな ?85 で釣っていけばいいんじゃないかなって思ってるんですけどね。うん。そういうふうに思ってます。8釣って五釣るのかなでいいと思いますそ。そしたらとりあえずもう PP とかはないんじゃないかなって思うので85かなと思います。5番。8番黒9強陣は勝ださい。まず、今日八番さん釣り一択だよね。8番さん釣り飲めないのみんな。 って思ったまあく自分のこと黒出してきたから、俺としてはもう3番さん、シーン確定しているから、じゃあ5黒、黒。番さん、白確定という盤面か。で8番さんが、で俺に黒出してきて、まあ、俺、すみまですはい、すムラです対抗しようありませんで。6番さんのことは正直、黒だと思ってます。なぜかというと、一番さんに対しての考察があやふやすぎる。うん、なんか目も忘れたとこ言ってんだけど、一、うん、番さんに対しての指摘が意味がわかんないし。 1番さんが2周目に考察伸びてたんだったら、6番さんが1番さんに投票する理由がないと思ったんで、やっぱ僕は6番さんのことを黒く置いてます。で、6番さんの相方位置なんですけど、えっと僕としては4番さんかなって一瞬思いました。なぜかというと、昨日の投票で4番さんが大声で脅迫してます。何より、今日の一番最初の発言で4番さんって、えっと今日は8番さん、5番さん、PP ないかなって言ったんですよ。 それってよくわかんないんですよ。まだ6番さん、黒確定してないのに、8号ローラーを押せるのっていうのは4番さんわかんなかったですし、それこそやっぱ、8番さん、次に持ってこない時点で、僕としては村目線の考察だと4番が止めませんでした。がが投票結果と先ほどの考察から僕としては6、4かなと思っています。まあ、8番さん、投票お願いします。 いや、そうだよ。それだったら。プレイヤーは発言して。ください。さいうん、今日は八番さんでいいと思います。うん、で、私が怪しいな、確定神なら。えっ、ー、と、三が九に白出してるから。から確定神なら四が狼。でも、これ逆を取って。九が狼。で、三狂人で。九を白く見せるっていう場合もあるから。えー うんそこもしっかり追っていかなあかんなって思う。でも9番さんはすごいムラやから、そうやな、祭、まあ、りにくい位置ではある。<laughs> まあ今日は8一択でいいと思います。で、2>, 2番さんに私、片の殴る意味ないってっあ、片の殴っちゃいけないとは言ってないんですけど、うん初日に片の殴る意味ってあんまりないかなって私思ってるんですようん。だから言っただけです。別にそんな殴る意味ないって言って。 怒ってたわけじゃないし、うん、今日は8でいいと思います八日8いくんだったらさいはい、えす、ー、まず3番さんは人外の強人だと思いますまあそこに触れてもしょうがないですねで一番触れたいのは4番さん僕白出したの白出してるしかも4番さん5番に入れてたから僕5番さん占って人狼と出てますこれ勘いい方だったら勘がいいっていうか普通だったら分かると思います 次の占い先も決めてます、えー、そうですね、安定進行、安定進行って言うんだったら、僕ですか縄は足りるんですか足りるんですね、えー。そうですね、僕を信と置いていただける方は、<う>まあ当然、5番さんに行ってもらいたいです。まあ、それ以外、言うことがないんですよね。912に関して。 うーんと触れるところがありません申し訳ないけどそれしか言いようがないうん9番のプレイヤーは発言してください8を死んで見る気はなくなった今の発言で5で5人道って出てるんだったらその相方の考察をどうし,どうしたの するべきじゃないの村人陣営の占い師なんだったらと思ったね。で、僕が黒で見てるのは4と7。これ5は白いと思った。まず理由から。4って結局昨日5に入れてんじゃん。入れてるのに、えっと、8番さんが今日5黒ってチャット打った瞬間に、うーん、5黒かっていうそのなんか考察がわけわかんない。やっぱ5黒だよねみたいな、ウキウキみたいなのがないとダメだと思った。昨日怪しいから5に入れてるんでしょ、4番さんは。なのに、えー、5黒なんだみたいな、その、ね、反応がね、めちゃくちゃ黒かったね、4番さん。 あとなんだ8号で釣ればいいと思ってるっていう構図とも何だそれそれは何だ8号で釣ればいいって何だそれ4が黒で相方が5ではないとすると相方が5の可能性がこの発言によってあり得るのか8号で釣ればいいと思ってるっていうのがわけわかんないな8が真の可能性があるということが4番さん視点4号ラインも終えちゃうなこの発言はごめんね今気づいたで長漫さんの黒要素は今の、えー、と4番さんが 怪しいというところを触れなかった点、4番さんは今言った通り4番さんの怪しい要素なのにそこ触れなかった。で、あと何だっけ結局、えーと、確定紙と漂白紙のどっちも追わないといけないよねっていう話と、えっ、ー、と、なんだ、今日は8からですっていう発言のみ。うん、で、結局4号に対して考察なかった気がする。8から行くよねと今の占い師の内訳の考察だった。ぶっちゃけ1にはもう見えてない、俺、1には見る気ない。4、5、7、8に人外が3人いると思っている。うん、1には黒くないと思うから。 だね結局7番さん片白殴った弁明もしてたしねん4七黒で追ってるんだけどな今日は8に入れます。1番のプレイヤーは 発言してください今日マジで8行くの8釣り一択って言ったら7番俺くソそ怪しいんやけど、えー、正直5番つってもよくねまあ6番俺もね俺の絵の黒塗りが雑すぎるっていうか結局2の黒とかそういうの見ないところで6267は全然あるって思ってたのただ8番が今日黒打つんだったら割と信憑性あるじゃん誰もベグを考えない4が怪しいっていう発言4と9が両方白だったら占い噛んでるのって結局ベグで8番が黒を見つけてる可能性もあるわけだ、えー 結局今日8番釣るんだったらもう5は二度と釣るなよ。俺はだから5を釣りたい。8が偽、真、どっちかは分かんないけど6でまあ正直6黒かったし今日の5が白いとは言い難いからここで5、6釣っちゃえば一陣路釣れるって考えてる。だから8番置いといて今日は5行った方が俺はいいと思うんだけどあ4は昨日の2周目やっぱり白いと思ったし7番の8釣り一択じゃあ5白で見るってことだ。それはどうなの うーんだって今日8釣るんだったら二度と5釣れないからなそこだけよく考えてほしいうんあともうな出とくわ俺ハンターだからまあ正直8釣りするよりは5のがいいんじゃねえのベグの可能性も、まあ、8番の新名も確かに低かった発言からただ今日は7番が8釣り一択はさすがにねえだ黒出てんのにハンターも狩人も出てない状況だよ うん、6番黒かったっていうのもあるから、今日は、えー、まあ、6村だったことも考えて8が真。だから5が狼のパターンを考えて5行くべき。えー、昨日7番は5番を釣りたいとは言っていたけども、今日の発言から57のラインも出てきた。六、えー、6番が狼であっても7番っていうのは狼の可能性あるからめちゃめちゃ黒いんだ。なんで今日は5釣りしか僕はないと思うんだけど、役職ないんだから。うん、5釣りかなって思います。8の真偽。まあ、9番のとりあえず狼要素はとりあえずまだ今日は考えないけど、今日若干怪しかった。今日5だろう。 2番のプレイヤーは発言してください,ださいうーん7番が5番えっ ?8 ずり ?45 に全く触れてないんだよね <laughs> あの <laughs> 1番さんハンターだからいいんだけど9番がマジ白すぎる <laughs> でもそうなってくると457まあ 8番が偽って可能性もあるけど、4、5、7に、2 <laughs> マジで重なってると思うんだよね。で、7番が昨日黒かった、黒いと思ったのは、え、昨日5番さんに入れるって言ってなかったなんか1、2に流されて6に入れてないえ、なんなのって思った。で、7、5ラインも終える。で、4番さんは、5に入れてんのに、8つって5つって、え、何って思った。<laughs> <laughs> え待ってこれどうしようか <laughs> これどうすればいいかえ <laughs> で7番が黒いと思ったのは9の漂白髪を追うのいきなり 5, に5の黒を無視して、ま、えじゃあ9の漂白髪を追うんだったら3にせで5九狼でしょ意味が分かんねえと思った。 8どうしようこれ番,がで番つっていいのかな五9オオカミもあるよなぁ今のどうしよういやもう占い心理マジで3番も8番もね真に見えないんだよねどっちもどうしようかなこれ <laughs> めっちゃ笑ってますやんだ5番るか投票を始めてください、うん 5番のプレイヤーが選びました <laughs> ゲーム終了村人の勝ちです <laughs> よかったよかった12がそんな白かったか56だったね <laughs> 7番じゃあ何やねんお前。お前黒いわ。一ハンター言いました言いました。8番の芯切ってたんか。なハンターが強いと強えんだよ。